ですね、コスチュームは今日は。テープの量もすごいし、なんか一昔前にこういうなんかフラッシュ時代のテープの量ってありましたよね。ああいうテープの感じ。鳥肌立っちゃいました、私。またよだ、なんか鳥肌立っちゃった。よだれです。やっぱり2人ともね、コスチュームを一新してきてるでしょ。そう、やっぱりこの試合になんていうのかな、かけてますよね。なんか大変な試合になりそうですね。で今日はね、レフリーが、松永俊邦で、はい、特別なんですよ。なるほど。要するにこの試合は要するに若い者には任せておけんというところで出てきたと。なるほど、私が裁く。なるほど、そうですね。任せておけんということで出てきちゃったわけですね。やっぱりね、あの髪切りっていうのはもう特別ですからね。特別な思いですよ、やる方も見る方も。なるほど。見る方も特別だけど、もとにかくやる方は特別でしょうね。だからこれをね、トヨタが主張したときに、はいはい、やっぱり賛否両論ありましたよね、ファンとか。なんでまたということですね。やっぱり関係者、うちの社員の中でもあったわけですよ。いきなりスープレックス狙ったですね、トヨタ。おお、今のはスープレックスとニールキックって感じ。相打ちになっちゃいましたね。なんか山田はね、前の試合ということを全く、あの2試合目っていうのを感じさせてないですよね。いや、もうどうなってもいいぐらい張り切っちゃってるんじゃない。全く別物として戦ってるのがいいですよね。おそらくコスチュームを変えてきたことで気分転換というかね、なったんじゃないかなという気がしますね。インターバル起きましたしね。だから見る側も、はい、また新しいものを見るっていう感じですよね。かえってね、山田選手にハンデがあるということが分かりきっているから、トヨタ選手の方がかえってプレッシャーがあるんじゃないかなという気がしますね。この2人はね、スタミナがもう底知れないですからね。もうスタミナはすごい、もう何十分でも動き回るでしょう。それでね、どっちかっていうとこの2人はね、野球で例えると、速球型のもう速球1本で三振しか狙わないようなピッチャーだと思うんですよ。そうですね、変化球ないですね。そういう意味では逆に変化球つけるようになったらもっともっとすごい選手になります。そうかもしれない、トヨタ選手の場合は技の技術そのものは素晴らしいんだけど、何度も何度も見てると、あ、この技この技ってタイミング分かってきちゃうんですよね、割とね。だからね、トヨタにこの間というかね、そういうものができたらすごいですよ。そう、今のところ技は素晴らしいんだけど、どっかせっかちな面がありますから。それが全日本女子イズムなのかどうか分からないですけども、そう、ただ一つのスタイル作っちゃったことは確かですから、うん。でもそれが全日本女子の中で一番だからいいと思いますけど、思いません？そのスタイルで、というか一番スピードとかが一番って言われてますよね、だからそれはそれでいいですね、一番ということは。ただもうちょっとためがあってね、ラ・ゲブラードとかバック転なんか見せてくれたら、もうちょっと綺麗なものが見れるんじゃないかなって。よく あまりにも早くドロップキックやったりとかミサイルキックやったりするんで、ちょっとロープのところでズルッとかある。トヨタ選手そういうの目立つんですよね、割と。だからね、そういう意味では彼女もまだ発展途上なんですよ。そうなんですね。先がまだまだありますよ。先がある。なるほど。今がピークじゃないってことね。それでね、やっぱりこの髪切りマッチは実は5度目なんですよね。ええ、全日本女子プロレスを開催するってことは、はい、まあ、要するに女の命であり、まあ、切り札ですよね、この髪切りっていうのは。長屋千草がやりました、ダンプ選手もやりました、ジャンガー選手も丸坊主とかやりましたしね、はい、アジャバイソンもね、やりましたし、バイソン、アジャ2人で丸坊主やりました。だからこれっていうのはやっぱ男のレスラーでも髪切りマッチってやるんですけども、ただ女子の場合っていうのはやっぱりちょっと特別なね、だって女の子の髪切りなんか、そんな思い入れがね、やっぱり見る方が違うんじゃないですか、まあ、特にこの2人の中で言えばショートカットの山田選手よりもトヨタ選手の方がもっとショッキングだと思いますよ。ですんでね、最初にやっぱり反対の声をしたファンっていうのはどうして、まあ、トヨタもし負けたらっていうようなね、なんかそういう葛藤があったんじゃないですか。今日なんかそうじゃなかったらただでは見れないっていうのはもうすでに自分で丸坊主にしてきたファンがいましたから。あ、そうですか。見ましたよね。見ました。そのぐらい思い入れがある人が多いですよ。この間の山田さんのファンの人で、山田選手が坊主になったら僕も坊主になりますって言ってましたよ。もうなってきちゃいました、その人。そうなんですね。やっぱりね、ファンもね、かけてるわけですよ。だからね、いろんなね、賛否両論の声をね、
っぱこの2人が聞いてると思うんで、果たしてやっていいか悪いかっていうのはもう本人たちは結論出してくれるんじゃないですか、神木に関しては。遺恨マッチってわけじゃないですからね、意地と意地という面はあるかもしれないけれど、だからね、事務所にもやっぱりファンから電話が殺到したんですよ。なるほど、なんでやるんだと、会社は何を考えてるんだと、うん、ただね、そういった場合もとにかくやるって決まった以上ね、その結末を見守ってほしいという返答をしたんですけども。なるほど、突然決まったんでしたっけ、やるって。要するにトヨタがアピールリング上でね、アピールしたことが、じゃあ競技にかけましょうということで言っちゃったんですね、今ね。この技、あの高子選手ね、はい、この山田選手の、はい、あの自分でもあのふくらはぎのところに首をかけての逆指あるでしょ、はい、あれ普通の逆指とどう受けた感じが違うですか。ね、私はもともと体が危険じゃないんですけど背中がまっすぐなんですよ。でトヨタ選手の場合はすごくしなりますよね、だからある程度まではすごい楽なんですよ。だからもうすごくすごくスイングしましたね、別の締め方した方がっていう、あのでもこれの方が効きますよ私の場合は。私の場合はあの山田選手がやってるやつの方が体が反らないからすごいちょっとでも反られちゃうんですよ。トヨタ選手の場合はまだ大丈夫じゃないですか、ね、うん、相当反ってもこれね、やっぱり何度もやってますからね、お互いに研究、お互いに知ってますよね、きつくしてますよね、あんまりめったやらないですよトヨタさん。そう、またあの前回転のっていうのもあるでしょ、なんかロメロスペシャルなんだけど、 あれは強固じゃなかったですよ。あ、そうか、それでギブアップ取られたことあったのかな。あ、ありますね、ジャパングランプリかなんか、これね、どうしてもね、長期戦なんですよこの2人は。やっぱスタミナありますからね、スタミナあるし、だからこういう徐々なね、関節っていう攻撃が後になってなんか徐々に効いてくんじゃないかと。私ね、これ全部関節全部ひっくり返されちゃうんですよ、全部の関節が。トヨタはね、あと山田がね、よく読んでる山田も本当に普段ショートタイツ履いてるでしょ、こういう対決の時は。そうですよね、今回はロングタイツと、これがやっぱりね、この夏場でね、まあどういう微妙に変わってくるかも、左右があるかっていう。ただ山田選手の場合はロングタイツ履き慣れてるでしょ、だからまあそんなには。紫は初めてですね、紫は初めてですね。なんか最近いろんな色のバージョンが多いですよね、着てますね。この忍者コスチュームっていうのに異様にこだわってるわけでしょ、やっぱり。でも似合ってますよね、似合ってます。だからね、自分なんか山田もっとね、ザンバラ髪でね、もっと荒々しくなったら面白いんじゃないかと思うんですよ、でもなんか女の子はね、なんか貴公子みたいな、そういう雰囲気で見てると思うんじゃないですか、女の子のファン。女の子のファンにとっては男の子っぽいものっていうのはまたいいんでしょ、ああいうかっこいいですよね、かっこいい、私もし女子プロのファンだったら、多分山田さんのファンだったんじゃないかなと思うんですよね。もう本当に全日本女子の正統派っていうんですかね、意外とトヨタはね、あのキックに打たれ弱いですよね、苦しそうな表情しますね。要するにディフェンスができないですから、そう、また反り技とかブリッジ技の任しとけなんだけど、打撃技はダメね、やっぱり。またいつも思うんだけど、飛んだり落ちる技がすごく多いでしょ、それなのにニーパッドしてないでしょ、トヨタ選手。あ、してないです、めったにしないです。そう、膝当てしないところが怖くて見てると、やっぱりそれは一つのポリシーっていうか、ポリシーなんでしょうね、怪我しないんですよね、トヨタさん。吉田選手の場合はやっぱりするとね、足が短いっていうのがあるかもしれないけど、いいんですかそんなこと言って、笑っちゃってる、短い足が余計短く見える、短いくせに大脚だから余計にこう短いんです、ね、そう、だってまあ側転に見えないもんね、向こうの景色見えちゃうんですからこの2人っていうのは、はい、4回ですかやってまして、一応大きい試合で、そうですね、まあ、一応山田3年前にもありますしね、山田の1勝3引き分け、山田の1勝3引き分け、はいはい、ですね、トヨタとしてはやっぱりこういう舞台で借りを返すっていうか、そうですね、意外と
豊田選手勝率悪いんですね、この対決に関しては。要するにだから地方では何度かやってるんですけども、まあ、地方の成績っていうのはやっぱりファンに届かないですから。なるほどなるほど。やっぱこういう舞台で勝つことっていうのは一つ一つのなんていうんですかね、実績というか、歴史になっていくと思うんですよ。なんだかね、今日の山田選手フォール勝ちじゃなくてギブアップもので取ろうとしてますね。やっぱりトヨタの動きをね塞がないとしょうがないですからね。腰は柔らかいですからね、トヨタ選手。なんか将来あまりにも曲げすぎて後遺症が出ちゃうんじゃないかっていう心配もありますけど、ね、腰が曲がっちゃうんじゃないかと思いますね。これはね、山田新人時代から使ってるんですよ、実は。あ、そうですか。メキシコっぽい技ですけどね。落差があったですね、今ね。すごかったですね。どうやら山田選手はトヨタの腰に、ね、ポイント絞ったんですね。腰痛めたらブリッジとかできなかったら、ブリッジ技ね、スープレックできないですからね。あ、そうですね。これね、お客さんもね、トヨタコールしてますけど、ね、やっぱりね、どっちが切っても嫌ですからね、見るのは。どっちも頑張れっていうパターンじゃないですか、これは。要するに試合そのものを準備してるから、今やられてる方を応援するのしかないんですよね。今までの紙切りマッチっていうのはどっちかというと遺恨の延長上で、はいはい、決着戦っていう色合いが強かったですよね、まあ、今回はどっちかというとそういう遺恨なしということで、お互いの気持ち的な割り切りでやってるって感じですよね。腰が痛そうですね、トヨタ選手。そうね。最後は顔に来ましたね。顔でしたね、今。やっぱりこれ何度もやってますからね、相手の裏をかかなきゃいけないですから。でもよく今4コーナーのミサイルキック成功して